回の文化施設へ行こうは武家屋敷寺島クランド邸を紹介します。大手町にある寺島クランド邸は江戸時代後期の加賀藩中級武士寺島クランドの邸宅で、当時の武士の暮らしぶりを伺うことができます。寺島クランド邸は築250年の建物になります。この建物、金沢市の文化財の方に指定されております。でその後なんですけれども、この寺島クランド邸に伝わる、そういった品々、そういったものが同じく、平成6年ですか、金沢市の指定文化財、歴史資料というふうになっております。まあ、この辺り一帯が当時の中級武士の、お屋敷があったところというふうに聞いておるんですけれども、このような形で今現存している武家屋敷というのは大変少なくなっておりまして、さらにこういった一般公開をしているということは本当に限られていると思います。寺島クランドはどんな人物だったのでしょうか。寺島クランドは加賀藩士六高450石の中級武士なんですけれども、大変優秀な官僚であったというふうに聞いております。農政や財務畑でその実力を発揮しておりましたが、大変正義感が強く、人のことを思う思いやりの心が深い方だったということで、当時、庶民の圧迫している、加賀藩の政治に対して、批判的なことを言ったりしまして、罷免にあったりしております。晩年なんですけれども、クランドの重臣に対する、批判が大変強くなってきまして、そのうちクランドの考えに賛同するそういった、侍たちも出てきまいりまして、最終的には能登、島の方に流刑というような措置が取られまして、流刑後約半年で病のために、亡くなったという反省を送っております。現在寺島クランド邸ではクランドの書いた両楽図や加納探幽の掛け軸が展示されております。またこの後秋には企画展や邦楽演奏会、そしてライトアップも行う予定ですので、詳細につきましては金沢市広報または寺島クランド邸のホームページでご確認ください。皆様のお越しをお待ちしております。寺島クランド邸に関するお問い合わせはこちらまで。